何言ってんの？いや、前回の例を普通だと思われても困るからちょっとフォロー。普通の例を出せってことは、どっちかというとアンドロイド君の優しい例かな。優しければいいってもんじゃないのよ。残念だけどアンドロイド君は厳しくしても消耗するだけなんだ。お勇者よ、そなたはレベル固定だというのか。何にしても発熱するような状況が続くのはハードに悪いから負荷は低いに越したことはないよ。え？じゃあなんで前回速さを求めたの？お前、長時間でなければ最速で負荷が高くなっても大丈夫だと思うよ。速さがいらない？今回はゆっくり低負荷に画像認識する例です。自動生成されたやつじゃダメなの？そのままでもいいように調整してるから無理にいじらなくてもいいよ。でも例えば明らかにローディング中なのにもう画像認識してる状況になったことない？あるある。でも別に困らないからそのまま使ってる。画像認識はスクショ撮影と認識計算を繰り返してるから動画撮影とまではいかないけど結構負荷はかかってるんだ。なるほど。じゃあ待つのが分かってるところは待機入れるのが優しさってこと？基本的にスクショ撮影が重いんだけど検索とか計算も重い設定を使うなら空振りの認識は避けたいね。検索設定って重いの？デフォルトだと全画面から検索するからできれば範囲を指定しておいてほしい。指定しなくてもそんな遅くなかったような。うん、例えばアプリアイコンより小さいものを検索するときとかに差が出るかな。探すものによって違うのもややこしいね。画像認識のテストをやるとスクショ撮影以外の計算時間も出るから参考にどうぞ。あ、思ってたより差があるかも。じゃあ最後に一つの画面から複数箇所の画像認識する例の低負荷版を紹介して終わります。うん、前回の最後の例を毎回待機するようにしただけ？基本はそう。繰り返す最初の画像認識だけ時間0秒スクショ、2番目以降はオフにして。失敗は次、成功はそれぞれの行き先を指定だっけ？あと今回は繰り返しが終わるまでずっと失敗が続くと中断するようにしてる。待って、この中断マークは何？あ、これは待機項目を0秒にして行き先だけ指定するとアイコンが。マニュアルにも変えてなかった。